はいどうも柴沢田です。風景を描く上でよく描かれるモチーフ、それが雲。時間帯や天候によって表情が変わるところも魅力ですよね。今回はですね、そんな雲の雑な描き方についてご紹介したいと思います。趣味で絵を描く、風景画を描いてみたい、雲の描き方、そんなもんようわからん、そんな方向けの動画になっております。では早速ですね、僕が実際に描いた絵を、参考に見ていきながら解説していきたいと思います。まずですね、下地が暗い色の場合から見ていきます。この絵はですね、グレーの下地の上に、雲の風景を描いていったものになります。雲の部分に白い絵の具をバーッと置いておきます。そしたら、その雲の輪郭を少し固めの筆でですね、雲の輪郭を叩くように、擦るようにぼかしていきます。そして、雲といってもですね、白一色ではないので、雲の白色を、少し部分的に抜いてあげるという作業を行います。これはですね、今僕耳かき綿棒を使って色を抜いて下地のグレーを表に出して、でさらにそこをぼやかすみたいな形で雲を表現しております。たったこれだけなんですけど、雲の色を塗る、輪郭をぼかす、色を部分的に抜くという作業をしてあげると、雲を簡単に表現することができます。続いて、こちらの絵ですね。こちらの絵の雲の部分を見ていきます。こちらはですね、下地が白い場合、キャンパスなどですねの上に描く場合になります。この場合はですね、先に雲の影になる部分の色、ちょっと黒だったりグレーだったり青だったり、そういった部分の色を先に置いておきます。その上から、白色だったりを塗ってあげて、また同じようにですね、固めの筆で擦るようにぼかしてあげると、するとですね、下地が白い場合でも、簡単にこのように描くことができます。雲の影色を塗る、空と雲の色を塗る、そして全体をぼかすという工程になります。続いてですね、夕焼けとかを描く際に便利なグリザイユという方法をちょっと見ていきたいと思います。このようにですね、白色ベースの下絵をまず作ってあげます。下絵がですね、乾燥した画面に、好きな色、夕焼けだったらオレンジとか、紫とか、そういった色を刷り込むように重ねていくというやり方になります。この方法ですね、表面乾燥していることが重要になるので、油絵の具の場合でしたら、約1週間ほどは置いてあげるのがいいと思われます。白黒の下絵をアクリル絵の具で描けば、乾燥する時間というのをぐっと短縮できますので、1日2日で、このグリザイユの作業に移ることもできます。でまとめるとこんな感じですね。無彩色で雲を描きます。で表面乾燥した後に薄く溶いた色をのせていく、刷り込んでいくというやり方ですね。という感じで、ちょっと以上ですね、ちょっと3つほど、雑に簡単に誰でもができるよみたいな、そういった雲の描き方をご紹介しました。基本的にはですね、雲ってふわふわしているものですので、そういった輪郭の、ぼかし方みたいなものを、しっかりしてあげればパッと見は、雲に見えるような描き方ができると思います。あくまでですね、雑なね、パッと見雲かなみたいな描き方なんで、ちょっと参考になったかは分かんないんですけど、ちょっと雲の描き方に悩んでたり、描く工程がイメージつかないよみたいな方は参考になったらいいなと思います。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。本チャンネルではですね、こういった感じの、ちょっとした解説であったりとか、油絵のメイキングなんかをお送りしております。よければですね、チャンネル登録または高評価低評価どちらかしていただけたら嬉しいです。ということで、ありがとうございました。バイバーイ。